五つ星運動は、イタリアの政党。2009年10月4日に、人気コメディアンのジュゼッペ・ピエロ・クリールロと、起業家、政治運動家のジャンロ・ベルト・カザレッジョによって、結党された。透明の五つ星は、水、エネルギー、開発、環境、交通を意味し、同等の主要目標である、公共水道、持続可能な交通、持続可能な発展、インターネットへのアクセス権。 環境主義を表している。大衆の不満に率直な賛同を示す人民主義政党として行動し、雇用制度の安定化、公的債務のデフォルトなど改革への反動を主張する、ほか、その原因である欧州連合からの離脱や欧州統合への反対、政治腐敗への不信と派閥、政党主義の正解構造への反対なども掲げられている。また、環境主義よび 環境主義と反資本主義的な傾向を関連させる形でダウンシフト的な反物質主義、非競争社会の形成なども主張している。さらに新しい社会の中心としてインターネットを高く評価しておりデジタルデモクラシーに基づいて立候補者をネットを通じて選ぶなどの選挙戦術を展開している。2010年代初頭の欧州経済危機とそれに 伴うマリオ・モンティ政権の経済改革により、雇用不安や増税を背負わされた国民の中流層、下流層から急速に支持を集めた。2012年4月21日に行われた、イタリア統一地方選挙後半戦で、パルマ、ミイラ、コマッキオなどの自治体で、首長ポストを獲得したことで注目を集め、10月末の南部シチリア州の州知事、 議会選で比較第一党となるなど地方政界で次第に存在感を増していった。2013年イタリア総選挙では予告通りインターネット投票で選抜を行った候補で出馬し中道右派、中道左派の二大政党連合を押しのける格好で大躍進を果たした。単独政党別では中道右派連合の名手である自由の人民を上回り、 中道左派連合の中心であるイタリア民主党に次ぐ第二党となった。上下両院で第一党となった民主党は政権の発足に向け5つ星運動との連携を模索しているがグリッドを中心とする指導部は反派閥政治、反政党政治の観点からいかなる政党による連立政権にも加わらない意向を宣言した。一方、支持者内でも 政治の空白化は無責任であるとする意見も現れており、先行きは不透明となっている。2014年5月25日、地方議会、国政議会に続いて、欧州議会への進出を目指し、2014年、欧州議会議員選挙のイタリア選挙区に出馬、有効票の21.15%を獲得した。国政選挙と同じく全政党中2番目の、 得票率となり、17名の欧州議会議員を当選させた。欧州議会内の政党、会派については参加の意向を示し、地方文献や環境主義勢力の連合である、欧州緑グループ、欧州自由連盟と交渉を行うが、合意には至らなかった。次に自由主義派の欧州自由民主同盟と交渉するものの、人民主義と欧州会議主義の主張が受け入れられず、 物別れに終わった。相次いで加盟交渉が頓挫したことを受けて、支持基盤であるインターネット上で、今後の方針が問われることになり、小さな政府の普及を目指す、欧州保守改革グループとの交渉、欧州会議主義を掲げる自由と、民主主義のヨーロッパとの交渉、部所属活動の選択肢から投票が実施された。有効票の78.1%は自由と、 民主主義のヨーロッパへの加盟交渉に投じられ、結果を受けて同組織との交渉が開始された。2014年6月24日、共同会派の設立による協力体制構築を条件に自由と民主主義のヨーロッパとの合意が結ばれ、欧州会派、自由と直接民主主義のヨーロッパが設立された。2016年、ローマ市長にビルジニアラ、ッジが当選、トリノ市長に キアラ・アッペンディーノが当選した。政治方針についての曖昧さや、上院、下院議員の離党者を出しつつも、政治運動としての勢いが落ちていないことが示された。2017年、翌年の総選挙を前に、既存の比例代表制から、小選挙区制も合わせて実施する、小選挙区比例代表並立制へ変更する、選挙法改正案が議会で検討され、5つ。 母子運動を除く、諸政党の賛成によって可決された。改正案では、政党の破片化を防ぐため、比例代表制と同時に導入された第一党へ、追加議席を与える制度が撤廃されるため、単独過半数を目指していた5つ母子運動を、実質的に狙い撃ちにした改革となる。2018年3月の総選挙で、上下両院の第一党となり、 同年6月に成立したジュゼッペ・コンテ政権は、サハポピュリズムの五つ母子運動とウハポピュリズムの同盟による連立政権となった。2019年4月からは、五つ母子運動の公約の目玉であった年金受給年齢の引き下げ制度が開始。受給年齢を62歳に引き下げたことで、多くの労働者が駆け込み退職を行った。この クオータ100と呼ばれる制度を申し込んだ国民は11万人以上に上る。左右が同居する連立政権は多くの政策で折り合わず、2019年8月にマッテオサルビーに副首相が対立激化を理由に早期の解散総選挙を要求したことに対しコンテが要求を拒否するとサルビーには連立離脱を表明し内閣不信任決議案を提出した。 五つ母子運動は、こうした動きを非難し、コンテ首相支持を表明した。連立政権は事実上崩壊し、8月20日にコンテは首相を辞任すると表明した。8月7日に行われた党員によるオンライン投票の結果、前首相のジュゼッペコンテを党首に選出した。ありがとうございます。